タンペプチドエルリス DALADALA の結晶構造。構成物質の一つバンコマイシンと水素結合により結合している。ホスト分子に水素結合したイソフタル酸に分子性的認識では単一のゲスト分子が単一のホスト分子に結合する。インダイナド的認識では最初のゲスト分子が最初のサイトに結合することで ホスト分子の立体配座が変化し、二つ目のゲストと二つ目のサイトと結合定数に影響する。この図の場合、性のアロステリック効果を示す K となる。分子認識とは、二つもしくはそれ以上の分子が、特異的に示す、水素結合、肺位結合、素水効果、ファンデルワールス力、パイパイ相互作用、ハロゲン結合、静電気力などによる相互作用を示す。 これらの直接相互作用に加え、溶液中における分子認識には、溶媒も重要な間接作用を持つことがある。分子認識におけるホストゲスト分子は分子相補性を示す。分子認識は生化学上重要な役割を果たしており、レセプタリガンド、抗原、抗体、DNA タンパク質等、レクチン、RNA リボソームなどの間に見られる。 重要な一例として、構成物質の一つバンコマイシンは、バクテリアの細胞内にある D ・アラニル D、アラニンマッタンを持つペプチドと5つの水素結合により選択的に結合する。この結合により、細胞壁を構築する際に使用できなくなるので、バンコマイシンはバクテリアにとって致命的となる。近年の研究により、分子認識要素をナノスケールで合成することが可能となり、 従来必要とされていた自然の分子認識要素なしに小分子センサを開発できるようになってきている。分子認識が可能な超分子構造を人工的に設計し、科学的に合成することも可能である。このような例の初期のものとして、価値をに特異的に結合するクラウンエーテルが挙げられるが、他にも数々の系が確立されている。分子認識は、 性的分子認識と動的分子認識に分けられる。性的分子認識は、鍵と錠前の関係に例えられる。つまり、ホスト分子とゲスト分子とが1対1対応して、ホストゲスト構造を形成する形である。性的分子認識を実現するには、ゲスト分子と特異的に結合するような認識サイトを設計する必要がある。動的分子認識の場合、 最初に結合するゲスト分子が後で結合するゲスト分子との結合定数を左右する。正のアロステリック効果を示す K の場合、最初のゲスト分子が結合することにより次のゲスト分子との結合定数は向上する。対して、負のアロステリック効果を示す K では、最初のゲスト分子により次のゲスト分子との結合定数は低下する。 このような分子認識機構の動的性質は生科学的な系において結合の調整機構として重要である。動的分子認識によりコンファーメーシャネルプラフリーディング機構のターゲットをより分けることが可能となる。さらに複雑な科学センサーや分子機械などへの応用も研究されている。分子シミュレーションや分子力学法に基づく近年の研究では 分子認識とは組織化現象であると説明される。炭水化物のような小さな分子相手でさえ、個々の水素結合の強さが精密に分かっていなければ、分子認識の結果を予測したり、甘つさえ設計したりすることはできない。しかし、モブレイラによれば、分子認識現象を正確に予測するには、ホスト及び、ゲスト分子のある瞬間における、静止画像だけを見ていては決してできないとされる。 エントロピーの考え方により熱力学的側面を考慮に入れなければより正確な分子認識プロセスの予測はできないというのである。エントロピーは単一の結合構造だけを見ていては測定できない。ありがとうございます。